切ですよ。そこまでやるんですか、ガンダム。メガ粒子の閉鎖空間の中で、イカ役。皆さんこんにちは。ゆっくり解説の霊夢です。解説のマリサだぜ。今回は、ベスパモビルスーツ2種類の解説になります。主に、拠点防衛用モビルスーツと、宇宙用高性能モビルスーツになるぜ。なんというか、見た目がかなり、特殊な機体よね。まあ、一機は、拠点防衛用という極地型で、さらに、もう一機も、誰でも扱える機体というよりは、エースパイロット向けに、開発された高性能機だからな。こう見るとどちらも、一般パイロット向け汎用機、ではないわね。そうだな。ベスパモビルスーツは、従来の量産機と比べても、特殊な兵装や形状、さらに運用方法も、変わったケースが多かったぜ。そのためなのか。大量に機体を開発したが、最終決戦まで。結局ゾロアットが、大量に投入されていたぜ。結局今までの敵対勢力と、同じような過ちを犯している気が。まあ、同一の組織でもないしな。では、そろそろ。この2機の解説を、始めたいと思うぜ。ゆっくり見ていってね。今回まず最初に、解説するモビルスーツは、ZMS-19S、シャイターン、になります。シャイターンは、ベスパが開発した、拠点防衛用モビルスーツになるぜ。へえ、なんだか、珍しいタイプの機体よね。そうだな。ただ、実際は、首都防衛のための機体として、開発されたんだけどな。ああ、なるほどね。そのため、基本的な運用は、迎撃をメインとしているので、内蔵ビーム砲を多数搭載していて、重武装化されているぜ。すごいわね。火力を大幅に上げているのね。もちろん、拠点防衛用モビルスーツなので、重装甲化されているが、その分配部には、大型の円形スラスターを装備しているぜ。ああ、ということは、機動性も高いのね。そうなんだが、結果的に言えば、運動性が犠牲になっているぜ。まあ、機体コンセプト自体が、近接戦闘を想定していないしな。さらに、重装甲、重武装、高機動化したことにより、航続距離も短くなっているぜ。この辺は、拠点防衛用って、割り切っている感じね。そうだな。運動性が低いのを補うためなのか。各部のビーム砲は、ある程度角度が変えれるぜ。さらに、アポジモーターも一応、強力なものを搭載しているので、モビルスーツ戦闘でも問題はなかったが、やはり、重装甲、重武装、高機動化した結果、機体バランスは、お世辞にもいいものとは言えず、結局移動放題的な運用が、されていたぜ。一応量産機だけど、なんだか実験機のような機体よね。そうだな。ただ、操縦性に関しては、新兵やガクト兵でも扱えるように、仕上がっていたぜ。へぇ。じゃ、劇中でもかなり活躍したのかな？いやぁ、それが、劇中で登場した機体のパイロットは、ガクト兵だったぜ。そのため、機体の特性を活かすことが、全くできなかったな。ああ。なんとも言えないわね。この機体は拠点防衛用ということで、本国の紹介任務を行っていたしな。逆に言えば、ザンスカール帝国の現状を物語っているとも言えるけどな。結局機体が高性能でも、扱える人がいないとダメってことね。そうだぜ。シャイターン自体頭部の形状を見ると、量産機には間違いないが、実験的な部分もあったんじゃないかな。あと一応、バリエーションもあるぜ。なるほどねー。こう見ると、今後のベスパモビルスーツは、高性能機というよりは、扱いやすい量産機になっていくのかな？いや、むしろ逆だぜ。この頃になると、ゾロアットがすでに、旧式化しているので、ゾロアットの後継機開発が、どんどんされるぜ。ああ、確かその一つが、リグ、シャッコー、よね。
そうだぜ。そして、それとは別に、宇宙専用高性能量産機として、開発されたのがこの、ZMS-14S、コンテオ、だぜ。コンテオは、ゾロアットに代わる、磁気主力機候補として、ベスパが開発した、宇宙用高性能モビルスーツになるぜ。さっき、パイロット問題を、話したばかりなのに、高性能機を扱えるパイロットなんて、そんなにいないでしょ。そうだな。案の定、大量生産はされていないぜ。ただ、それはコンテオの性能が、低いという理由ではなく、単純に、扱いきれない高性能機だったとも、言えるけどな。では、このコンテオに関して、もっと詳しく解説するぜ。まず、コンテオは、ZMTS-14S、という試作機で、テスト運用をしたぜ。コンテオは、ジェネレーター出力、総推進力、アポジモーター数ともに、各部の基本性能は、ゾロアットを大きく上回るぜ。なんというか、まさに、高性能機、って感じね。そうだな。機体の特殊性もあるためか。操縦が難しく、扱いきれるパイロットが、少なかったが、エースパイロット向け量産機として、少数生産されたぜ。なるほどねー。そういった経緯なのね。まあ、これには理由があって。物量面では、地球連邦軍に劣っているベスパが、量より質の考えで、開発した機体だからな。あれ、そんなケースをいっぱい見た気が。では、兵装に関しても解説するぜ。まず、胸部には、三連装ビーム砲が内蔵されているぜ。これは収束、拡散が可能な、高出力な武装になるが、射角が制限されるので、扱いが難しいぜ。メイン射撃武器として、ビームライフルも装備しているが、ビームシールドに関しては、試作機と量産機で、形状が変わるぜ。この辺は、基本装備だけど、いろいろ試行錯誤って感じね。そうだな。ビームサーベルも形状は、通常時は従来と同じだが、ループサーベルと呼ばれる、楕円形状にも展開するぜ。そして、コンテオ最大の特徴なのが、この、ビーム内蔵式ショットクロー、だぜ。ショットクロー？これは有線式の攻撃端末で、かつての、オールレンジ攻撃のような運用が、可能だぜ。従来の攻撃端末は、モビルスーツのビームコーティングや機動性に、追いつけなくなったため、姿を消したが、ショットクローは、端末自体を大型化することにより、その問題を解決しているぜ。さらにビーム砲以外にも、ビームクローやビームソードなど、多種多様な運用が、可能になったしな。ああ。これは確かに、一般パイロットでは扱いきれないわね。ただ、ニュータイプや強化人間専用機でもないのが、すごいよな。これら兵装の搭載により、コンテオは、単純な火力は、この時代トップクラスになっているぜ。弱いわけではないもんね。ただ、扱いきれるかって話だけど。まあ、最終的には、コンテオ戦隊、が連邦軍に、大打撃を与えているしな。本当に強力な機体だったわけね。なんせ、そのトップ機が、コンテオの強化発展型だしな。コンテオの強化発展型だと。第10回いかがでしたか？コンテオの強化発展型に関しては、立体化したら解説動画を作るので、お楽しみにお待ちください。今回は、高火力に関しては、共通していたけど、機体特性とかは全く別物よね。まあ、ある意味、ベスパのモビルスーツ開発が、多種多様になったとも言えるけどな。その結果、磁気主力量産機に関しては、様々なものが、作られたが、結局最後まで、ゾロアットが、最前線で運用されたって、話なんだけどな。なんだか、無駄、よね。無駄か。次回解説するモビルスーツは、そういった意味では、ある種、成功した量産機なんじゃないかな。見た目は随分、
すっきりと。ってあれ。これ前回の最後で、何か、あった気が。まあ、正しくは、この機体はとある、サブフライトシステム、との連携をするためのモビルスーツだしな。サブフライトシステム？では、次回はこの、ZMS24G、ゲドラフ、の解説になるので、楽しみに待っていてくれよな。それでは、次回またお会いしましょう。また会おうぜ。では、ゆっくり解説次回。アースノイドは、踏みつぶしだ。こんなのサブフライトシステムじゃないわ。ロマンいっぱいのタイヤよー。だったら、奪えばいいだろう。そんなー。